ダウトフェタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ軍に属す基礎自治体である。このラインシーファー山地の市脈内、ノルトベストファーレン州との宗教近くに位置する。この町は1974年に12の旧、村落自治体が合併して成立した町で、ダウトフェ川流域に位置することにちなんで名付けられた。ミッテルヘッセンに属す、この町は、 軍の西部、ジーゲンの東約 37km、マールブルクの西約 15km に位置する。ラーン川及びダウトフェ川沿いのオベーレスラーンタールに位置する。南からベスターバルトの北からロタール山地のそれぞれの市脈が出会う地域にあたる。ダウトフェタール付近は歴史的にはヒンターラントに含まれるものとみなされる。町内の最高地点は ホルツハウゼン地区西部の高さ540メートルのシュロスベルクであり、最低地点は、町の東端のラーン川が、町域から離れる地点で225メートルである。町内の地図町内を東向き、あるいは南東向きに伸びる、ラーン川の谷が、北のロタール山地の死脈と南のクラーデンバッハ、山地との境をなしている。町の北側にザックプファイフェの全山群がある。 この山並みは、オストザウアーラント山地の一部として、名前の由来となった674メートルのザックプファイフェ方面から474メートルのボラーベルクまで東に向かって連なっている。ボラーベルクから東は、すでに、これらの山並みよりも平凡なことが明らかな、ブルクバルトの死脈につながっている。400メートルから500メートルという超域の高度は、 中陸山地の先山地方として典型的なものである。町域からやや北に外れたアーレンネストは592メートルである。ホーホザウアーラントとその死脈に特徴的なオークコンコーリンは新葉樹の植林によって徐々に縮小している。ダウトフェ川の谷もその一部含まれる平らでデイド室のオベーレスラーアンタールには住宅地の大部分が存在している。ここには 比較的温和な気候により、典型的な川辺の草原の植生が見られる。東部のエルムスハウゼン近郊には225メートルの町内最低地点がある。町の南、西、南東は高さ600メートル程度以下のグラーデンバフハ、山地で、その多くの部分はブナの森となっている。この森は町内3つの部分に分かれて存在している。 ダウトフェ地区の北西にあたるブライデンバッハの谷のシュバルツバルに高さ533メートルの2メイル比がある。町域の南端なホルツハウゼン付近はすでにボッテンホルン高地に含まれる。ここには町内で最も高い約540メートルのシュロスベルクがある。この3キロメートル南東に高さ552メートルのダウップハウスが連なるが、これはすでにグラーデンバッハ町内である。 その西側に、町名の由来となったダウトフェガーが流出する。これらの高地からダウトフェガーの谷によって隔てられた、町の南東部に、火山性のダムスホイザークッペンがある。東隣の町ラーンタールとの町境に498メートルのリムベルクがある。山町内の、主な山を、標高の順に列記する。ガイロンダウトフェタールの町域は、中意度温帯地域に位置する。 夏季の平均気温は約15摂氏十六16度である。また、平均月間降水量はダウトフェ川の谷で800から1000ミリメートル、ブーヒエナウやエルムスハウゼンで700から800ミリメートルである。天災1984年の、いわゆる、世紀の洪水で、ラーン川の水位はかなり上昇した。数多くの家屋が浸水したばかりでなく、オベーレラーンタール鉄道の軌道も、 部分的に浸水し、運行を停止しなければならなかった。2007年1月中旬の嵐、キリルは、町内の平地の数多くの信葉樹やブナの森を根こそぎにした。キリルによる木材資源の損害は、通常の年に、町内で生じる年間損害額の4倍に、相当した。ダウトフェタール最大の川が、ラーン川である。この川は、町域北部を、西から東に、 一部は南東に流れ下る。ダウトフェ川は南から町の中央まで流れ、ラーン川に注ぐ。ダウトフェタール町内の他の川はいずれも短く、直接あるいは間接的にラーン川に注ぎ込んでいる。以下の市町村がダウトフェタールと境を接する。北から時計回りに列記する。ビーデンコプフ、ベッター、ラーンタール、マールブルク、グラーデンバッハ。 バート・エント・バッハ、シュテッフェン・ベルク、ブライデン・バッハ。いずれの市町村も、マールブルクビー・デンコップフ軍西部に位置している。2005年12月31日の状況を示す。自治体ダウト・フェタールの歴史は、比較的新しい。1974年7月1日の地域再編で、それまで独立していた12の町村が合併して、成立した町である。 ヘッセン州議会は法律によって新しい自治体の成立を交付した。小さな集落が合併した自治体であるダウトフェタールは明らかな中心を書いており、近隣のエプスドルファーグルントやラーンタールと同様に当時ヘッセン内務省から金銭的な支援を受け取った。出土品に基づき現在のダウトフェタールの地域には戦士時代や古代にはすでに定住者があったと。 推測されている。これは、例えばリムベルクやフュンシュタインなどにあるいくつかの環状壁の遺跡によっても示されている。文献上最初の記述は791年でマーク・ド・ッドフィーと記されている。これにより、ダウトフェ集落は町内で最も古くから存在している集落となっている。ここは古くから法廷所在地であった。この最下級裁判所は、 アレンドルフ、ブーヒエナウ、ダムスハウゼン、ダウトフェ、エルムスハウゼン、フリーデンスドルフ、ホルツハウゼン、ホンマーツハウゼン、モルンスハウゼン、ジルベルク、ボルフグルーベンおよびエッケルスハウゼン、コムバッハ、カッツェンバッハ、デクスバッハ、エンゲルバッハを管轄としていた。カール大帝の時代、現在のダウトフェタールの地域は、オーバーラーンガウに属した。 ギーゾケが1122年に断絶した後、この地域は、チューリンゲンのルードビング家最後の砲白、ハインリヒラスペが1247年に亡くなった。あとは、その名でルートビヒ4世と、聖エリーザベトとの間の娘ゾフィー・ホンブラバントが、これを相続し、息子、ハインリヒのためにンゲン・ヘッセン継承戦争で、ルードビング家のヘッセン地域を、 当時ヒンパーラントの有力な貴族家としては、ホーエンフェルス家、ホレンデ家、ビトゲンシュタイン家、ブライデンバッハ家、デイリングやブーヒエナウ家があった。ホーエンフェルス家は、ゾフィーの圧力により1249年に、その権利を放棄し、ホーエンフェルス城は1293年に、ハインリヒハクによって取り壊された。1567年のフィリップ艦内公の死後、 ヘッセン・ホーハクは4人の息子に分割され、ダウト・フェタール地域はヘッセン・マールブルクホーハクとなった。この家系は1604年に早くも断絶し、その相続をめぐってヘッセン・カッセル・ホーハクとヘッセン・ダルムシタット・ホーハクが争い、1627年にこの地域はヒンター・ラントとしてヘッセン・ダルムシタット・ホーハクとなった。 30年戦争の間の激しい戦いの後も、この書領は保持された。1832年に創設された、現在のダウトフェタールの長域を含むビーデンコプフ軍は、広王戦争により1866年に、プロイセン王国に併合された。この軍は1932年、33年に短期間だけ、ディレンブルク軍と合併したが、 両軍の住民の抵抗により再び二つの軍に分離された。第二次世界大戦では特に鉄加工業者及び交通インフラとその周辺地域が空爆の犠牲となった。1974年のヘッセン州の地域再編ではビーデンコプフ軍とマールブルク軍からマールブルクビーデンコプフ軍が成立し、現在の12の地区から新しい自治体のアウトフェタールが発足した。 ダウトフェタールは、その条例によれば12の地区で構成される。ダムスハウゼン、ホンマーツハウゼン、ジルベルクを除くすべての地区は、その大部分が、ラーンガー上流の谷に位置する。ビルヘルムスヒュッテを含むダウトフェ地区とフリーデンスドルフ地区は、合わせて人口4000人近い町の中心を形成している。これは対応する建設計画によって支持されている。ダウトフェタールは、 同じく1974年に同様の地理的見地に基づいて合併して成立した東隣の町ラーンタールと比較して経済的には明らかに独自の進化を遂げている。これはダウトフェタールが隣接する中級中心都市ビーデンコプフにほぼ匹敵する面積や人口を有しているのに対し、より小さなラーンタールは南に隣接する上級中心都市マールブルクにより強く依存する。 必要があったことを考慮すれば不思議なことではない。歴史的な中級中心都市ビーデンコプフは現在その機能の多くを隣接するダウトフェタールとの間で分割、共有している。ダウトフェタールの人口推移を以下に示す。1974年夏以前の数値は現在この町を構成している集落の人口を合計したものである。工業化の時代に 小さな人口上昇が見られる。第二次世界大戦後、の人口は1939年の値と比較して約50%増加した。これは戦争末期に大変多くの難民が特にハンガリー地域からこの町に流入したことによる。この事実に基づいてハンガリーの町地方との間で姉妹自治体協定が締結された。2000年以降の人口は 町の報告によると約1万3千人、州の報告では約1万2千人である。ダウトフェタール、町役場ダウトフェタールの町議会は31議席からなる。ダウトフェタールの初代町長は1974年に就任したフンスハウスビルトで、その後30年間の長きにわたってこの町の舵取りを行った。2004年3月21日の選挙で、 フライン・ボーラー・ジェマイン・シャフトのベルント・シュミットがダウト・フェタール町長に選出された。この他にダウト・フェとブーヒエナウのプロテスタント・イコールルター派協会はそれぞれザクセン・アンハルト州、ディースドルフ及びロシア連邦、タタールスタン共和国火山のプロテスタント協会と友好組織関係にある。ダウト・フェタールの町の紋章はダウト・フェ地区の紋章と同一である。この紋章は 1974年8月15日にビースバーデンの内務省によって認可された。12の旧町村が合併して新たな町が形成された。当初は新しい紋章のデザインが試みられた。しかし全地区が受け入れられるものはできなかった。こうして歴史的中心地としての意義に鑑み、ダウトヘの紋章が町の紋章として選ばれた。この紋章自体は ダウトフェの教会に由来するが、その起源は明らかでない。図柄、青地に、金の爪、くちばし、舌を持つ銀の和紙。その和紙は2枚の銀の盾を掴んでおり、その中には、それぞれ1頭ずつの赤い獅子が互いに向き合う配置で描かれている。12世紀のヘスタ・トレバー・オラムによれば、4世紀に、ルーベンティウスが、ラーン川沿いに布教を行ったとされている。 ダウトヘとブーヒエナウには、それぞれ11世紀と13世紀に建立された、トゥールの聖マルティンに剣道された教会がある。ダウトヘは、中世初期の8世紀には、洗礼堂を有していた。これにより、ダウトヘ教区は、ヘッセンの教会組織の中で最も古い階層に位置づけられている。1524年、フィリップ・カ大公により、ヘッセン砲白領に、 プロテスタントの信仰が導入された。1527年にプロテスタントのブーヒエナウ教区が設けられ、1529年にダウトフェ教区がこれに続いた。第二次世界大戦の終わりまで住民はほぼ例外なくプロテスタント信者であった。ユダヤ教信者は1809年に初めて記録されている。1939年まで長域内にはご家族の ユダヤ人が定住しており、グラーデンバッハ、またはベッターのシナゴーグへ通っていた。その多くは国家社会主義者の迫害によってアメリカに亡命したが、数人はこれを果たせず追放刑に処された。1894年にはダウトフェニ新シ,シト派協会が作られ、1895年に自由福音派協会が設けられた。第二次世界大戦後、 旧ドイツ東部領土から追放された人々によって、かなりの数のカトリック信者が流入した。1960年代からは、トルコ人の出稼ぎ労働者によって、イスラム教が持ち込まれた。軍内すべての集落の住民の大多数がそうで、あるように、ダウトフェタールの住民のほとんどが、現在もプロテスタント信者である。現在のダウトフェタール地域の経済基盤は、長年の間、 農業であった。土壌環境により、その収入は十分とは言えず、多くの人々がベッテラウあるいはラインヘッセン地方の畑やジーゲルラントあるいはルール地方の鉱山へひぜにを稼ぐために出稼ぎを行った。重症主義の広がりによって、ヒンターラントでも、つまりはダウトフェタールでも地下資源の探索が盛んになった。見つけ出された鉱石を、 付近の製錬所で加工しなければならず、このため鉄加工業が発展した。こうして19世紀には数多くの製鉄所が各地に設けられた。現在のダウトフェタール町内のビルヘルムスヒュッテやカールスヒュッテもそうした製鉄所である。ダウトフェタールの経済構造は現在工業と商業によっており、サービス業の占める割合は少ない。 歴史的に発達した代表的な職種が鉄工業と型製造である。これに加えてダウトフェタールはラーン側の谷や広い森を有しており、保養地や観光地としても大きな可能性がある。町内には2009年3月31日、現在の調査で227社、社会保障が義務付けられた非雇用者が3269人であった。これに対して、 町内に住んでいる社会保障が義務付けられた非雇用者は4249人である。2009年6月30日の調査では、この町から町外への通勤者数は2110人、町外からこの町への通勤者は2937人であった。ロート社の受付旨この町に本社を置く最大の雇用主は、ロートインダストリーズ GMBH&COKG、OK、で、 ブーヒエナウト、ボルフグルーベンに約300人の従業員を雇っている。この会社の受付棟には中庭があり、ここでは芸術イベントやコンサートが開催される。ジョンソン・コントロールズ社はフリーデンスドルフで乗り物の燃料タンクや自動車のシートを製造している。ここでは700人以上が働いている。バンベルガー社はかつてはヨーロッパ3位の鉄製。 放浪性の浴槽メーカーで200人以上の従業員を雇っていたが、コルデュー社に買収され2005年に廃止された。ダウトフェタールの重要な交通路は人口の多い川の谷である。マールブルク方面やビーデンコップフ及びジーゲン方面へのラーン川沿いの軸が最も重要で、南のグラーデンバッハ方面へのダウトフェ川沿いの軸がこれに次ぐ。 それ以外の交通路の重要性は低い。連邦道ダウトフェタールの主要道路が町の北部を西から東に走り、ブーヒエナウを通る連邦道 B62 号線である。この全国的に重要な道路はノルトベストファーレン州東部からミッテルヘッセンや東ヘッセンを通り、駐ュ原リンン州に至る地域を越えた交通軸の役割を担っている。 この道路は 15km 東のケルベ近郊で、カッセル及びギーゼンへ南北に走る連邦道 B3 号線と交差する。全長わずか 15km の連邦道 B453 号線は、隣町の B ンコプフで B62 号線から、分岐し、ボルフグルーベン地区、ダウトフェ地区、モルンスハウゼン地区を通り、ホルツハウゼンとヘルツハウゼンとの間を抜けて、 グラーデンバッハまで走っている。アウトバーンルール地方及びケルニアーヘンへは、連邦道 B253 号線経由で西に約 30km 離れたディレンブルクからアウトバーンに A45 号線を利用する。ディレンブルクでは多くの路線に接続することができ、フランクフルトやギーゼンへもここから向かうことができる。フランクフルトアムマイン、シュトットガルト、バーゼルへは、 南東に 15km 離れたケルベ近郊からアウトバーンの規格に拡張された連邦道 B3 号線で向かうことができる。B3 号線はギー線方面ではアウトバーン A485 号線に変わる。東へ向かう A4 号線や南へ向かう A7 号線への接続は B62 号線経由で 55km 離れたアルスフェルトから A5 号線を使ってアクセスする。 B3 号線経由で北東に約 50km 離れたインターチェンジで A49 号線に入るとカッセル、ハノーファー、ハンブルクあるいはベルリンへ行くことができる。A49 号線はマールブルク方面への延伸が計画されている。この計画に対しては交通上、経済上、地域計画上の見地が一方にあり、エコロジーや自然保護の観点が 他方にある状態で、今日まで両者を満足させる、計画路線の設定は行えていない。アーヘンから、ポーランドの西国境に至る A4 号線の中断区間であるベンデント、キルヒハインとの間は、ベンデントクロイツタールとのわずかな区間だけが実現した。その間に、B508 号線、B62 号線、B454 号線沿いに、キルヒエンバッハ、 エルンテブリュック、バートラースフェ、ビーデンコプフ、ケルベ、シュタットアレンドルフを経由するルートが計画され、これによりダウトフェタールはアウトバーン号に直接面することになる。フリーデンスドルフ駅鉄道旅客鉄道交通はオベーレラーアンタール鉄道が担っている。この路線はマインライン交通連盟の43路線として、ジーゲンウィトゲンシュタイン群のエルンテブリュックとマールブルク氏との間を バーとラースフェおよびビーデンコプフ経由で結んでいる。ダウトフェタール町内には、ビルヘルムスヒッテ、フリーデンスドルフ、ブーヒエナウの3つの駅がある。校舎の2駅は、ヘッセン広域自転車道、R2 号線に大変便利な位置にある。月曜日から金曜日は5時30分から21時までの間に21本の列車が、土曜日には6時45分から19時までの間に13。 本の列車が日曜日は8時45分から19時までの間に12本の列車が利用できる。自転車はすべての列車で乗せることができる。列車はクールヘッセン鉄道によって運営されている。マールブルクでドイツ鉄道の広域交通網のマインベーザー、鉄道に接続する。バス交通公共旅客交通はバス路線481系統が担っている。また、 4本のローカルバス MR-41、MR-45、MR-52、MR-57 MR が、町内の交通の便を保管している。航空すぐ近くのバート・エントバッハ・ボッテンホルンと、エッシェンブルクヒルゼンハインに2つのサンダーランディプラッツがあり、ケルベシェンシュタットに、バーキスリンディプラッツがある。ジーゲルラント空港は、61キロメートル離れている。 最寄りの大規模空港は、116キロメートル離れた、フランクフルト空港である。カールスヒュッテと、ブーヒエナウトの間を走るクールヘッセン鉄道と、ラーンタール自転車道自転車道、遊歩道広大な森林地域を有する中く山地の中にある有利な位置から、町内全域に大規模な遊歩道網が整備されている。その観光業の潜在能力は徐々に知られるようになっており、 90年代半ばから、ラーン・ィル・ベルクラント地域協会、EV の会員として組織的に支援されている。小さな自転車道の他に、ラーン・タール自転車道やヘッセン自転車道、R2 号線が町内を通っている。ダウト・フェタールは、全長 245km のラーン・ヘイエンベクや、ヘルボルンからマールブルクへ至る 86km のプレミアム・ユーホミッチ沿いに位置している。これ以外に、 ヘッセンベク15線及び、ランヘイエンイコールエクストラツアー、シュタインペルファールンで、ランリルベルクラントプファーでのシュトロヨプストルートが、長域内を通っている。フリーデンスドルフ変電所フリーデンスドルフには、1950年代に作られた変電所がある。ここで、電圧は送電用の 110KV から配電用の 20KV に変換される。 1998年に新たに 20KV スイッチギアと新しい変圧器が設けられた。この変電所は EON Mitte が運営している。ガス供給施設はダウトフェ、フリーデンスドルフ、ボルフグルーベンにあり EON Mitte が運営している。ブーヒエナウト、ダムスハウゼンには小説と自動書を中心とした小さな図書館がある。この街のダムスハウゼン、エルムスハウゼン、 ジルベルク、ボルフグルーベンを除く地区には、それぞれ幼稚園がある。ボルフグルーベンの幼稚園は2007年に閉鎖された。ホルツハウゼンとブーヒエナウにはそれぞれ基礎家庭学校があり、ブーヒエナウの基礎家庭学校には2006年までは、フェルダーシュトゥーフェがあった。フリーデンスドルフには、基礎家庭、本家庭、実家学校家庭を有するダウトタルシュレのほかに、学習、 しつけの予備校ブルクベルクシューレがある。身体障害者のための実践教育部門を持つヒルダハイネマンシューレはホンマーツハウゼンにある。ビルヘルムスヒュッテには教育困難時のためのユーリーシュパンラーゲルシューレの文校がある。これより上級の、例えば専門学校、上級専門学校、ギムナジウムは隣接するマールブルク、ビーデンコップフ、バートラースフェ、グラーデンバッハにある。 最寄りの大学は、マールブルク、ディーセン、カッセル、ジーゲンにある。成人教育の場として、軍は、マールブルク・ビーデンコップフ市民大学の文校に、こう用意している。例えば、ブラウエスクロイツのようなキリスト教組織が関わる、教会のほかに、ダウトフェタールには、多くの社会機関がある。老人介護と、老人ホームを提供しているゼニオーレンツエントルム、ダウトフェタール、 障害者の受産所であるヒンターレンダーベルクシュテッテンなどである。さらに社会奉仕団の聖エリザベト協会 EV マールブルクはホンマーツハウゼンで若者の住居共同体や常実のユーリーシュパンラーゲルシューレの文校を運営している。ダウトフェタールでは日刊誌としてオーバーヘッシュプレッセやヒンターレンダーアンツァイガーが刊行されておりヒンターレンダーアンツァイガーは ダウトフェタールの住民の多くが購読している。軍内では、水曜日にフリーペーパーのミッテルヘッシェアンツァイガーイコールザイトンクが、ギーセンの出版社から刊行される。さらに、オーバーヘッシェプレッセの、ヒンターラントエクルトラやヒンターレンダーアンツァイガーの、デアグーテゾンタークといった、広報誌も提供されている。ダウトフェタールーボーヒエンザイトンクが、ヘルプシュタイナー印刷所から、 ゾンターク・モルゲン・マガチームがギーセナー印刷所から発刊されている。フリーデンスドルフの旧教会、フリーデンスドルフ地区の旧教会では、職工の部屋や古い写真及び方言に関する資料を見学することができる。この資料としては、地元の方言で書かれた詩、歌、テキストが保管されている。さらに、村から村へと変化する方言の独自性を説明している。 また、旧教会の中には、時代の変遷を示す展示もある。ブーヒエナウの旧朝役場郷土博物館は、1920年代から1950年代の家庭と台所をテーマとした展示を行っている。ダウトフェの小博物館、バッケスシュティップヒャーは19世紀から20世紀への変わり目頃の3部屋からなる小さな家を再現している。ここには、 典型的なダウトフェの習俗に関する展示や衣装の絵、古い書類を見ることができる。ダウトフェタール町内には数多くのサークル、教会がある。サッカーからテニス、卓球、体操、乗馬、モータースポーツさらには気球に至る30以上のスポーツクラブのほか、ほぼ全地区あるいは全教区ごとにブラスアンサンブル、男性及び女性合唱団がある。また、例えば、 イエーガーコーラスやタ体といったこれ以外の音楽サークルが存在する。合わせて約50のダンス、音楽サークルに1万2000人以上が登録している。動物、飼育、保護といった分野では、課金類飼育協会、自然保護協会、増援協会などがある。この他、40以上の文化郷土協会がある。外部リンクの項にダウトフェタールのサークル。 境界情報へのリンクを示す。カールスヒュって多くの集落の中核部には木組建築が多く残っている。一部には、例えばホンマーツハウゼンやジルベルトのように小さな木組の境界が残っているところもある。特に保護文化財に指定されているのはホルツハウゼンのスグラフィットの木組の家である。リムベルクの山頂には1977年4月30日に完成した 高さ24メートルのリムベルク島がある。これは、この山頂で二本目の展望塔である。視界が良好であれば、周辺の広く豊かな眺望が得られる。カールスヒュッテは1844年に製鉄所として建設され、やはり保護文化財に指定されている。この施設は工業化の過程で、エネルギー源のラーン側と手近な交渉との間に位置する良好な立地を、 背景に建設された。この他の建物は、夏季下記に鎮河しされる数多くの山小屋のほかブーヒエナウト、フリーデンスドルフには、二つの室内プールがある。屋外プールは、アレンドルフ、ダウトフェ、ヘルツハウゼン、ホルツハウゼンに位置している。バルトシュビムバートホルツハウゼンは、その広さとミニゴルフ場を併設していることが、特徴的である。乗馬や、治療乗馬は、 エルムスハウゼンやフリーデンスドルフで体験できる。自転車道という歩道はオーバーヘッセン産地境界によって保護、保守されている。ブーヒエンとホルツハウゼンとの境界にトリムイコールディヒプファーデがあり、これに沿ってトレット別件がある。冬にはホルツハウゼン周辺には天候に応じたロイペイが刻まれ、スキーリフトを備えたスキーゲレンデがある。 町の少年少女組合によって行われる復活祭、5月のダンス、マイバウム立て、およびその他の集落祭、郷土祭、協会祭など数多くの文化イベントのほか、ブーヒエンのアドベントマーケットは大規模なものである。この町のイベントのハイライトは、7年ごとに開催されるブーヒエンのグレンツガングスフェストで、次は2013年に開催される予定である。ありがとうございます。